今回は、イゴールの基本的な使い方としてデータの移設セーブと移設方法について説明したいと思います。イゴールファイルはですね、セーブするときは、まあ、皆さんよくわかると思うんですけど、エクスペリメントを保存していただければいいです。そしたらこの見てわかるように .pxp エクスペリメントファイルパックという拡張子がついた形でセーブされます。それで、いくつかこういうエクスペリメントファイル、こんなのができるんですけども、このようなものですね。このようなものができるんですけど、あ、これ邪魔だな。できるんですけど、こういったファイルを読み出すときはどうすればいいかというのを説明していきたいと思います。いくつか作ったデータ持ってくるの大変ですね。実はそのための機能があります。このブラウズエクスペリメントというボタンを押します。そして、今回デスクトップにデータがありますんで、まあ、デスクトップではなくてもいいんですけども、例えばこれを開くというところでしょう。そうするとこの右側に開いた、先のフォルダが出てきます。で、この中から欲しいものをこちらに移せばいいということですね。このまま全体的に移すことができます。このようにして、で、これ消します。で、デリートで消せるのはここにグラフとかテーブルが表示されてないものだけですので、もし表示されていたら消してください。で、例えばこの中の一部だけをこう移すこともできます。で、これ閉じたい場合はこのようにして閉じればいいです。で、ちょっと中身見てみましょうかね。ちゃんと写ってますね。あ、これはこのように、ま、できてますんで、こんな風にして、あ、ちょっと鼻の調子が悪くてすみません。こんな風にデータが出るということですね。で、このようにしていろんなデータをですね、他の人が測定したデータもいくつかあると思いますし、まとめたデータをいちいち低審議テーブル作ってここにコピー&ベースしてくるのよりも、この方法でざっと一括して入れてしまった方がはるかに楽ですから、研究してフォーマットを統一していくなりしておいてやっておくということですね。あと、一つだけ伝え忘れたってわけじゃないですけど、あんまり伝えてなかったんですけど、例えばですね、ちょっと忘れちゃいましたね。まあいいです。ちょっとこれ正しくないかもしれない、正しくないと思うんですけど、こうやって作ります。それでこういう出力形式を保存しておくことができます。で、これはグラフ設定を保存っていうのにして、ここに全部チェック入れます。例えばパッパッと入れますね。そうしますと、次から同じデータでなくてもいいです。違うデータでも同じ、ほぼ同じ形式で出力してくれます。ですので、デフォルトよりも、デフォルトだとあまりにも使いづらいので、まあ、ここそんなこと言ったら怒れちゃうんですけど、マジックス。こうやってですね、反対側、デフォルトの場合は反対側のところが全くなしの状態になってて、で、この何ですかね、副メモリ、メモリのものも外側になっていることがありますね。あと、文字とかがデフォルトになってないとか、一旦もうこれちゃんとしたのを一個作ってしまえば、あとはもうグラフ設定で保存で、あとは変更点だけを例えばマクロなりここにまた変えるようにするっていう方法もあります。そうすれば記述量だいぶ少なくなりますし、いろんなものでなります。もう最初からこんな風に
作ってくれればいいんですけどね、マトヒックさんが論文で出せるような図をディフォルメで提供してくれればいいんですけど、まあそれはしょうがないですね。で、ちょっとすいません、体の調子が悪くて、まあこんな風にやれるということです。こうしていろいろとやっていただければと思います。今回は以上で終わります。